感動あかんあかん、あ、やばい、うどんの麺がくっつきました。このね、うどんの麺ね、嘘つきや、嘘つきや、ちょっとこうさっぱり、さっぱり、さっぱり、つけ麺っていきたいね。つけ麺っていきたいんですけど、めっちゃ治ってきた。あのね、病院のお薬つけてからすげえスピードで治ってきて、1日目でだいぶ変わったのに。そうやな、つけ麺のソースって、あ、これ使っちゃうか、これ味噌ラーメンのスープがあるんですよ。これをちょっと改良してみるか。やってみようか。まず、ちょっとつけ麺という時はちょっと濃いめですよね。まずこれにこのねスープ、以前なんか何のあれだったっけな、なんかダブルで食っちゃった系のやつだったから、あ、結構あれですね、本当の濃いめでいいのかもしんないね。こういうのってつけ麺のスープってなんか濃いもんね、なんかイメージが。これをでも、まあつけ麺のスープってさ、そんな熱々でもなかったよな。スープを作って、これにごまをたっぷりして、ごまをたっぷりして。これをたくさんすることによって、担々麺風つけ麺みたいな、結構いいんじゃないですかね。もっといってもいいね。ごまたっぷりね。すっげーするこれ。まだあるんですよ。これ一応使えるっちゃ使えるんで、一応なんか取ってあるんですけど、なんか粗い系の粗めのやつ入れたらいいのかな。よし。で、スープが、で、これをですね、つけ
けちゃう系の、あ、ネギも入れましょうか。ネギもあるんですけど、ネギを、これを全部入れちゃいましょう。あかんぞ、あかんあかん。別にそんな熱々じゃなくてもいいよね、つけ麺ってね。これをほったり、スープができました。で、ちょっと味見してみましょう。それでは、命に感謝していただきます。ちょっと生姜も入れようかなって今思ったんですけど、ちょっととりあえずこれで食ってみよう。このうどんを、ちょっと待って、これに入れるか。ちょっとこれに入れました。これをつけて、うん、普通にラーメンですね。普通にラーメンのスープにうどんつけて食ってるっていう、ただそれだけだった。うん、むしろこれだけで足りるのかな。これ晩ご飯ですからね、普段食べてる量に比べると。ちょっともうめんどくさいんで、スープの中に全部入れちゃいましょう。これで完全につけ麺ではなくなりましたね。ちょっと待って、あっちへ。
足りないっすね。終わり。これだけでちょっと足りないんで、なんか食べましょう。ご飯は炊いてないんですよ。先日食べました、あの茶炭あかんの？絶対。またあかんの、ジャンプしたら。あかん！あかん、あかん、あかん！あっち行け！あかんの？あかん！あかんの？こっち。あかん！あかん！この子ね、ジャンプするんですよね。結構。あかん！で、ここには、テーブルとかは全然いいんですけど、このキッチンだけは、まだ一回ジャンプしてるの見て、あ、ここってほら火使って熱いじゃないですか。だからあんまりちょっと覚えさせちゃまずいな。結構冒険するタイプでね、この子はね。手が4個踏み出すと、何分だったっけ、スープ残ってるんですけどね、ここに。この前食べたあの茶炭、茶炭ハーバーのステーキがなぜ世界一美味しいかっつったかっつうと、今まで食べてきた中で一番好きだったから、まあ今のところ世界一かなと。まあ
ほら人それぞれ肉のパーツによって脂身が多かったり柔らかかったり硬さがいろいろだったりとかする。だからまあ好きそれぞれなんだけど、まあ、俺基本的にこうヒレ肉が好きだった。でもああいうちょっと脂が多いのも嫌いではなかった。で今まで1位を取ってたのがアラマーナホテルのあそこの最上階で食べたフレ肉がすごい美味しかった。ともう一つ、あとヤードハウスのフィレ肉も1位ぐらいで美味しかった。いやヤードハウスの方が美味しいかな、好きかな、好み的には。そこにそこを一気に超えるような味付けもちょうど良くてね。であの焦げ目のいい感じと、うちでできないあの焦げの香りっていうの、美味しかったですね。あっちいいな。借ります。これビビとキララ用のいつもチュルチュールを1日1本だけその時に使ってるんですけど、もう覚えちゃってね、この器にすると寄ってくる。ん？あ、待って、冷たい。じゃあ熱いやつで、ここなんか冷たかった今は。冷たかったやつだっけ。冷たい。うまいんですけど、すげえ体に悪そうな味する。あっちー。ちょっとまあまあ、俺の中で結構バチッときたね。雰囲気がちょっとこう薄暗くて、ちょっと入り口あたりがチャートハウスじゃなくてチャックセラーみたいな、ちょっとそういう雰囲気がある、薄暗い感じの。ご飯炊けばよかった。失敗した。全部濃いもん、これもスープも。さっき。
さっきびっくりすることが起きて。お前そこにいたか。さっきね、スーパーもう一回一口だけ。そう。味噌にごまが合うね。すっげえびっくりすることがあって、俺は寝室にいたんですよ、うん、いつものように。足音が、鈴の音が聞こえてきて、キラーが近づいてきて、あ、来たなと思って。ちょっとほら、ベッド高めでしょ、ベッドで高いじゃないですか。だから見えながら下が見えないじゃないですか。で、鈴の音が止まったんですよ。鈴の音が止まったから、あ、止まったな、来るなと思ったら、ジャンプするなと思って、ごちそうさまでした。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、一分一秒大切に、残り限られた人生を地球のため、動物のために使ってください。終わりは突然やってきます。すげえ塩分取ったね、これで。それで、バッてジャンプしたんです。その瞬間に、あのベッドの下に、あの爪研ぎが置いてあるんですよ、段ボールの。そこに乗ってジャンプしたもんだから、こいつ滑っちゃって、スッて滑って上に乗り切れなくて落ちたの、下に。で、あ、落ちたなって思って、その段ボールがスッて滑る音がしたから、あ、ダンボールの上に乗ってジャンプしたんだって思ったわけ。そして、キララ親って普通だったらこの子の性格とまたすぐジャンプしてくるはずなんですけど、上がってこないんですよ全然。で、あれと思って、俺またこうやって横になってるでしょ。で、あれ、キララおいでとか言っても全然来ないんですよ。ちょっと30秒ぐらいして、あ、ちょっとおかしいって気づいたんです。ちょっとこれ、あれ、いつもと違うなと思ってベッドの下見たんですよ。そしたら右足がここの、この輪っか、首の、ほら、首の何、輪っか、猫の首輪のとこに足が引っかかって、こう、だからこうなってるんですよ、足がこうやって。で、動けなくなってんすよ、こうやって。で、あーって思って、大丈夫かって足外し、足、だから、足がこれぐらい出たんですよね。これぐらい。もうここがあって、どういう状態で引っかかったのかわかんないけど、ここに引っかかっちゃって、こうなってんすよ。で、動けなくなって、下でずっとこう、止まってたんですよ。で、外してあげて、まあ、来たんですけど、かなりびっくりした。あのね、なんていうのかな、首輪をするのが俺あんまり好きじゃないんですよ。その動物に首輪するっていうのはあんまり好きじゃない。なんで今つけてんのかっつうと、保護センターからうちに保護してきた時にもうあったから、なんとなくつけといた方がいいのかなと思って、今まだ外してない。一回洗ってつけたんですけど、でもなんかこう
なんかこう、ほら、外猫と行ったりするんだったら、なんかこう、意味わかるけども、まあ、家のずっと中にいるんだったら、結局人間の、なんか可愛らしさでつけてるとか、なんかそんな感じじゃん。だから俺は撮りたいんですけど、なんかこう、悪いかなと思って、ただちょっとつけてるのがあって、なんか動物にこう、首のとこにこう、ね、こう、ベルトをつけるっていうのは、なんかこう、まあ人間の勝手でつけて、まあ意味はあるんだろうけど、まあ家猫だったら別につけなくてもいいっていう、俺はそういう考えで、まあそろそろ、だから今日のその首にこう引っかかったこともあって、結構俺緩めにしてあげてるんですよね。あんま強くするとほらなんか毛のとこがグッとなって、だからそれもなんかかわいそうだなと思って。うん。今日だから引っかかってたから取ってあげようかなって考えてるとこかな、今。ほら、近々。ただ、ほら、もう一つ理由があって、この子がベッドによく来るんですよ。寝てる時に近くに。で、鈴の音があると、便利だなって思うのがやっぱ近づいてきたり、隣にいると音がしたりっていう、その、動いた時にこう、あの子、こう、ビビだったらちょっとしたらパッて逃げるんですけど、この子はね、そういう感じじゃないんですよね。ちょっとこう、一回寝ちゃうと、って寝ちゃって、呼んでも起きないっていう、そういう状況だから、なんか、下手にこう、真横にいて、寝返り打った時に潰したらさ、やっぱり人間の重さって重いから、なんか音からチャリンってなったらすぐもっといいのかなって思ってもつけてるのも一つある。ちょっと考えます。ふわ、超塩分取った。ごちそうさまでした。何したの？おしっこ？うんこ？何したの今？おしっこしたの？うんこしたの？何したの？何したの？